MSI ゲーミングノート PC タイタン GT77 13V を買いました。パーソナリティの早乙女きりはです。ということで X でもつぶやきました通り開封動画を作成してみました。まあ何がすごいって、このパソコンノートパソコンなのに値段がなんと849,800円もします。なぜか価格 .com を見ても誰もレビューをしていません。それも今なら初回限定でこのようなものがついてくるらしい。すごいでしょ。早速ポチったのですが、これがまたなかなか来ないこと。販売店にお問い合わせをしたらキャンセルをしてもいいとのこと。それなら在庫なしにしておけばいいのに。で、1週間ほどしたら値段が944,800円。どうなってるんだ。とりあえず販売店に確認のメールを入れたのですが、何でも納入のめどが立っていないとか。それに加えて金融システムのトラブルも発生したため、おそらく遅くなった原因はそれもあるのかと思い待つことにしました。なぜこのパソコンを購入したのか。それはゲームをしたいからではなく、サクサクビデオ編集をしたいからというのが理由です。なので今すぐ来なければ困るというわけではないのです。このパソコン今年の2月に発売されて、購入したのが今年の10月。購入特典として画像のようなものがついてくると書いてあったのですが、いざ開封してみると、まあ当たり前ですね。とりあえずサクサク開封してみたのですが、おお、なんと初回特典グッズが出てきました。本体、アダプター、これは取扱説明書らしいです。で、これがゲーミングマウス。128GB の USB メモリー。これはなんかキーホルダーらしいです。もしかして、ケンちゃんラーメン新発売と同じ方法で販売しているのか?ゲームをやらないのでスペックはどうかわかりませんが、キーボードが打ちづらいです。日本語キーボードじゃなかったんですね。これは失敗しました。とりあえずビデオ編集用パソコンにしました。いつも編集している 4KHDR の動画を再生するとなんとかギリ再生しています。でもこのパソコン、CPU が Core i9 24コア32スレッドもあるのに、動画を再生すると 100% に張り付いているんですよ。今まで使っていたゲーミングノートパソコン HP パビリオンゲーミング 15CX0000 で同じ映像を再生するとほぼほぼ再生できません。再生能力を下げると再生できますが、キリハがこのパソコンを購入してしばらく経ってからパソコンの取り扱いがなくなりました。もしかして自分がこのパソコンを買ったせいで市場が混乱したのかもしれません。売ってはいけないパソコンだったのかも。というわけで、今回は MSI ゲーミングノート PC タイタン GT77 13V を買いましたという
レビュー動画を作ってみました。次回もお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。